八幡市立八幡第二小学校は、京都府八幡市男山金ぶりにあった、公立小学校。1970年代初めの男山団地開発に伴う、人口増加に伴い新設され、さらなる児童増加により、1977年には、八幡市立八幡第四小学校が本校より分離、新設された。 地域では40年近くにわたって、二小と親しまれてきた。しかし、近年の少子高齢化の影響により、2010年に、八万第四小学校と再度統合され、廃校となった。統合における、新設校は、八幡市立くすの木小学校と名付けられ、旧八幡第二小学校の校地に新設された。統合における、新設校の名称については、 市民や児童から募集し、くすのき小学校、男山楠木くすのき小学校、若竹小学校の3案に絞られた。2009年5月11日の教育委員会にて、3案から、くすのき小学校に決定し、2009年6月26日の市議会本会議において可決された。出展、平成21年度八幡市の教育八幡市。 教育委員会教育総務課発行出典、八幡市教育委員会広報誌。くすのき第43号出典、八幡市教育委員会広報誌。くすのき。ありがとうございます。